雪崩,雪崩、雪崩、雪崩、とは、山岳部の斜面上に降り積もった雪が、重力の影響により、雪崩、雪崩、崩れ落ちる自然現象である。雪崩の指導の仕方によって、点発生、面発生、積雪の、どの範囲が流れたかによって、氷層、前層、積雪の湿り気によりから雪、湿雪、雪崩の形態により煙型。 流れ型、複合型、などに分類でき、これらを組み合わせて表現する。これらとは別に懸水氷河などの崩壊に伴う氷なだれや、雪肌の崩落によるブロックなだれなども存在する。大量の水を含んだ雪が流動するなだれをスラッシュなだれという。よく登山者やスキーヤーが遭遇するものには、点発生表層なだれ、スラフ、面発生表層なだれ、 スラブがあるが、特に広範囲で一斉に、雪崩が発生する面発生表層雪崩は危険度が高い。なお、大規模な煙型から雪表層雪崩のことを特に、泡雪崩といい、富山県、黒部地方などでは、方と呼ばれ、恐れられている。雪崩の発生条件は様々で、単純な一般化は難しいが、降り積もった雪粒同士の結合が何らかの、外的要因、重力、 圧力、気温の上昇などによって壊された際に発生すると言える。雪崩が発生する危険な状態に対する注意喚起として日本では気象庁が雪崩注意な雪崩注意報を発表している。なお、雪崩では注意報は発令されるが警報は存在しない。現冬期、急激な気温の変化は積雪内部に大きな温度差を生じさせる。これは 死もザラメ雪と呼ばれる弱層が形成されることが多い。また、一度に大量の降雪があると弱層の上に積もる雪に荷重が増す。急な斜面の場合弱層は支持力を失いやすくなり、なだれが発生する危険も非常に高くなる。このように気象や気温の変化がきっかけとなることのほか大きななだれの多くは三十五から四十五度の 急斜面で発生している。また、樹林帯の中に一部分だけ樹木の生えていない斜面があったら、そこは、雪崩が頻繁に起こっていることが多いものである。その他、雪日や障害物のない広大な斜面、沢筋なども、発生の確率が高くなる。雪が積もり、雪崩が起きそうならば、そこへは不要意に入らず、雪崩を一回でも発見したらそこは、 なだれた発の危険地帯であり再びなだれが起きる可能性があるため進まずにすぐ引き返すか安全な場所に避難するように注意が呼びかけられている。なお映画などに出てくるように大きな声を出したらなだれに遭うということはないが音の発生源が地表に衝撃を与えるものであった場合はなだれの発生する可能性が高い。なだれを予測するのは困難なので 山スキーは100%安全とは決して言えない。良いなだれ対策とは、ルート選択や、行き換え、気象条件、人為的要因の調査を含めた継続的な取り組みを行うことである。次のような習慣は、危険を避けるのに役に立つ。もし地元当局がなだれ危険度を発表しているならば、それを調べて注意しておくべきである。以前に通った人の足跡が残っていても、 自分自身で安全を確認することなしに、その足跡をたどって歩いてはいけない。その足跡がつけられた時とは、雪の状況が変わっている、可能性が高いからだ。地形を観察して、植生が失われていたり傷ついたりしている場所、地上に足がかりになるものが少ない場所、雪皮や氷の下などは明らかに雪崩の通り道である。他人が雪崩を引き起こすかもしれないので、 他人のもとを移動することは避ける。雪崩を予防したり、その破壊力を弱めるための方法はいくつかある。それらは、雪崩が人々に対する深刻な脅威となっている地域、例えばスキー場や山奥の街、道路、鉄道などで用いられている方法である。雪崩の予防には、爆薬がよく用いられる。特に、スキー場では、爆薬以外の方法は、非実用的である。 アバランチコントロールという場合、広く雪崩の予防や、雪崩被害を軽減する方法の総称として、用いられることもあるが、爆薬を用いて、人為的に雪を取り除き、雪崩を事前に予防する、方法を指して用いられることが多い。大きな雪崩が起きるのに、十分な量の雪が積もる前に、爆薬によって小さな雪崩を起こす。防雪フェンスや軽い壁を立てて、 雪の積もる場所を変える方法もある。雪は壁の周り、中でも卓越風の風上側に溜まっていく一方、フェンスの風下には雪が溜まりにくくなる。これは本来積もるはずであった雪がフェンスのところで積もってしまうことと、フェンスのところで雪を失った風によって、元々あった雪が飛ばされることによる。十分な密度の森林があれば、 それによって、雪崩の強度は著しく弱められる。森林に降った雪は森林に止まるし、雪崩が起こった際には木々に当たって、雪崩が減速される。スキー場建設の際に行われているように、植林したり森林を保存しておくことにより、雪崩の強度を弱めることができる。スキー場以外でも、鉄道沿線に植林することで、雪崩被害を予防する方法が取られている例がある。例えば、 北海道の函館本線は、木明駅から、くっちゃん駅を経て、銀山駅あたりに至るまで、なだれ対策のための鉄道防雪林が造成されており、なだれ防止のみならず、吹雪の防止、吹き溜まりの防止の効果があるとされている。なだれの衝撃力を弱めるために、人工的な障壁を立てておくことは有効である。そういった障壁にはいくつかのタイプがある。 一つ目のタイプとしては、防雪ネットで、これは基礎と支え線で地面に固定した、いくつかの支柱の間に網を張るというものである。別のタイプの障壁は頑丈なフェンス状の構造物、防雪フェンスで、鋼鉄焼き、あるいはプレストレストコンクリートなどで作られる。これらのフェンスは、通常は、桁の間に隙間があり、 傾斜に対して直角に作られ、傾斜の元の方にあるものほど桁の数を増やして作る。しかし頑丈な障壁を作ると景観には悪い。何、列も作らねばならないような場所では特にそうである。さらにこうした障壁は高額であり、また断行器に入って、岩と共に流下する雪崩に対しては脆い。こうした障壁は、それらを用いて、雪崩の方向をそらして、 他の方向へ向かわせることもできるにもかかわらず、通常は建物や道路、鉄道など守りたい物件のすぐ上に作られる場合が多い。しかし、障壁はなだれの直撃を受けると破壊される場合がある。なだれの持つ巨大な力をまともに力で受け止めようとするのは難しい。最後のタイプとしては、なだれを止めるか、あるいはなだれの向かう方向をそらすための障壁がある。 こうした障壁は、コンクリート、岩のほか、自然地形も利用して作られる。場合によっては、だれを弱めるために、その経路上に土塁を築くこともある。現在の日本の鉄道におけるだれ対策は、だれを障壁で止めるという考え方ではなく、だれの力にまともに対抗せず、頭の上をやり過ごすという対策が主流になっている。そこで使われているのは、スノーシェルターや、 スノーシェットと呼ばれるもので、これは線路の上を流れが通過するように、ひさしや屋根を設けるという対策である。現代のレーダー技術によって、いかなる天候の下でも、昼夜の別なく、広範囲を監視して、流れの発生場所を検知することが可能となった。危険にさらされた地域を通行止めにする、例、鉄道や道路、あるいは、その地域から避難させる、例、工事現場ために、 短時間のうちに流れを検知できる複雑な警報システムも存在する。そのようなシステムの例として挙げられるのがスイスのチェルマットへの唯一のアクセス道路に設置されているものである。この道路から上の山岳斜面を2つのレーダーで監視している。システムが流れを検知したら人的被害を防止するために数秒以内で侵入禁止策や 交通信号を起動して道路を通行止めにする。地形の検討とは、どの斜面を通るかを慎重に選ぶことにより、だれ地形を通過する危険を避けるということである。考慮すべき点としては次のようなことがある。グループ対策とは、グループのメンバーあるいは、グループ全体がだれに巻き込まれる危険を避ける方法である。斜面にいる人間の数を最小限にし、 散らばって行動する。理想的には、カズトが斜面を通過する間、他の人間はその人間を援護できるように安全な場所に待機しており、その一人がなだれの危険のない場所まで行けたら、次の人間が待機をやめて行動するようにすると良い。ルートを選定する上では、ルートの上と下にどのような危険が潜んでいるかを考慮し、予想外のなだれに巻き込まれたらどうなるかを、 考えておくべきである。例えば、起こる可能性は低そうだが仮に起これば致命的だなど。停止や宿営は安全な場所でのみ行う。雪に埋まった際に低体温になるのを遅らせるために暖かい衣服を着用する。グループの人数を決める上では、あまりに少人数すぎると、いざという時に有効な救助ができないが、あまりに 他人数すぎると安全管理をしにくいということを、天秤にかけて決める。一般的に、単独行動は進められない。なぜなら、あなたが埋まっていることに気づく人がおらず、従って誰も救助に来ないからである。さらに、だれの危険性は、そのルートを使えば使うほど高まる。つまり、スキーヤーによって斜面が乱されれば乱されるほど、雪崩は起こりやすくなっていくということである。 最も大事なことは、グループ内で安全な場所、脱出ルート、斜面の選択などについてはっきりと伝えること、またすべてのメンバーの雪山における、移動技術、なだれ救助技術、ルートファインディング技術の程度をしっかりと理解しておく、ことである。だれの危険要因を知るには、その地域の気象履歴、現在の天気と雪の状況、そしてメンバーの経歴や体力、 健康状態など多岐にわたる情報を集めて蓄積することが求められる。だれ地形においてリーダーシップを発揮するには見つかった危険要因に対してその危険を避けるためのはっきりとした意思決定の手順を持つことが必要となる。このような意思決定のための枠組みをヨーロッパや北米では国家だれセンターなどのいろいろな訓練コースにおいて学ぶことができる。 なだれ地形でのリーダーシップを発揮するための基盤は、無視されたり見落とされたりしてきた情報を正直に評価し見積もることである。最近の研究では、心理的及び集団力学的な要因が、なだれ被害に結びついていることが示されている。小規模ななだれであっても、適切な訓練を受けて適切な装備をした仲間と一緒であっても、 雪崩に遭えば生命が深刻な危険にさらされることに変わりはない。屋外で埋まった被災者の55から65%は死亡しており、また雪に埋まらなかった被災者であっても、その生存率は80%である。マクラン、P177。雪崩に巻き込まれた場合、といった原因で死が訪れる。雪に埋没してから15分程度で急速に、生存率が下がるが、 これは、呼吸空間が確保できたかどうかの差が大きい。そのため、なだれに巻き込まれた場合は両手を使って、口のあたりに空間を作るようにするのが望ましい。ただし、呼吸空間が確保された場合も、長時間経過すると、呼気により一旦溶けた雪が再度氷口の周りに、氷の壁が形成されて呼吸ができなくなる、アイスマスク現象や、 雪に体温を奪われることによる低体温などで徐々に生存率が下がっていく。イタリアで行われた雪崩に埋まった422人のスキーヤーについての調査によれば次の通りである。従って雪崩にあった場合は救助隊を待つのではなく、その場にいる被災しなかった人員を全員使って直ちに捜索、救助活動を行うことが極めて重要である。 かなりひどく怪我をした者がいる場合、あるいは初動の捜索、つまり少なくとも30分間の捜索をしても見つからない者がいる場合は救助隊及ぶ。フランスのように雪れ対策の装備の充実した国であってもヘリコプターの救助隊が到着するには通常45分はかかるが、それまでには被災者の大部分が死んでいる。多少でも生存の可能性を信じるならば、 可能な限り迅速な救助が望ましく、遭難パーティーによるセルフレスキュー以外には生存者の救出は不可能と考え、救助隊による捜索は遺体捜索であると考えるべきである。救助活動による二次遭難の危険が高い場合は、生存者の生命を危険にさらすべきではないが、心情的に割り切れるかどうかは難しいところであろう。 春の融雪の時期まで犠牲者が見つからない場合もある。あるいは数年以上も経って遺留品が氷河の中から現れることもある。グループの全員が標準的な雪崩対策装備の使い方の訓練を受け、実際にその装備を身につけて使うことによって雪崩に埋まった被災者を発見し救助できる確率は向上する。しかしながら、それは 自動車のシートベルトと同じようなものと考えるべきで、その装備を身につけているからといって、いざという時にも命は助かるなどと考えて危険な行動をとってはいけない。ビーコン、ショベル、プローブは、だれ危険地帯で行動する場合の最低限の装備であると考えられている。ビーコン、ビーコンは、ビーパー、ビーパー、ピープ、ピープ、ープパ,イプパ,イプパイプ、アーバ、 フランス語のアパレーユでラシェルシェイでビクティムズエン、アバランシュの略、LVS、スイスにおける、ドイツ語のロイガンバーシャーテイトンサッチガラットの略、ナダれ発信機、その他多くの商標名など、様々な名称で呼ばれている。これは、パーティーのすべてのメンバーにとって、重要なもので、ビーコンを装備している場合の生存率は、装備していない場合の3倍程度と推定されている。ビーコンは、 通常の使用状態では 457kHz の周波数で B という無線信号を出すが受信モードにスイッチを切り替えるとなだれに埋まった80メートル以内の被災者の位置を探ることができるアナログのラジオ受信機であっても B 音は聞けるので捜作者はそれによって被災者への距離を見積もることができる受信機を効果的に使うには定期的な訓練が必要である いくつかの古いモデルのビーコンは違う、周波数 2.275kHz の電波を出しているので、そのようなビーコンを使っているメンバーがいないことを、グループのリーダーは確認する必要がある。最近のデジタルモデルでは、被災者までの方向と距離を画面に表示するタイプの機種も登場しており、これならば訓練も少なくて済み、有用であるとされている。一方、デジタルモデルは、 アナログモデルよりも電波の受信可能範囲が狭いとも言われている。雪崩の堆積物の範囲は、幅と長さが100から200メートルの広範囲に及ぶ場合も、あるが、雪間や凍った斜面などで足場も悪いため、受信範囲の狭いビーコンで広範囲を捜索するのは容易ではない場合もある。いずれにせよ、ビーコンが役に立つのは、比較的小規模、埋没者が生存しているうちに、 救助できる程度の規模ではあるが、完全に埋没してしまう程度の規模、完全埋没していない場合は、自力で脱出が可能だったり、そもそもビーコンなしでも、捜索可能で、だれに巻き込まれた時の外傷で死に至ることがないようなケースにおいては、有効に働くという程度に認識しておくべきであろう。ただし、当然、埋没者以外に救助を行う人間が残っていることが前提となる。 携帯用の折りたたみ式のプローブは伸ばして探り棒として使う。雪に数メートルの深さまで突き刺して埋まった被災者の正確な位置を探るためのものである。複数の被災者が埋まっている場合、探り棒で救助の優先順位を決める。すなわち最も浅く埋まっているものを最初に掘り出す。なぜなら助かる可能性はその浅く埋まっているものが 最も高いからである。ビーコンなしで、あたり一面をプローブだけで捜索するのは、非常に時間のかかる作業である。米国では、1950年以降プローブによる捜索で見つかった140人の被災者のうち、86%は、すでに死亡していた。深さ2メートルよりも深く埋まっている場合、生存することも救助されることも稀である、約4%。 捜索においては、まずはビーコンも活用しつつ、雪面に残されている痕跡を目視で探し、その後にプローブを用いるべきである。流れが止まるとき、その減速の際に雪が圧縮されて、硬い塊になることが多い。このため被災者を掘り出すにはショベルが不可欠である。なぜなら、被災者の上にかぶさった雪は硬くしまっており、手やスキーでは掘りにくいからである。 ヘラが大きく、取っ手が頑丈であることが重要である。また、例えば軟弱な雪の層が大きな荷重を支えているといった、雪の塊の中に潜んでいる危険性を調べるために雪に穴を掘る弱層チェックを行う上でもショベルは役に立つ。レコシステムは世界の多くの救助機関で使用されている。レコシステムは二つの部分からなるシステムで、 救状隊は小さい手持ち式の検知器を使う。この検知器は、コート、ブーツ、ヘルメット、プロテクターなどに装着された反射器、レフレクターと呼ばれる小さい受動的反射器から反射されてきた指向性の信号を受ける。レコ反射器は、ビーコンの代わりにはならない。レコの信号は、ビーコンとは干渉しない。事実、現在のレコ検知器は、 なだれビーコン受信機の機能も備えている 457kHz ので一人の救助者がレコ信号とビーコン信号を同時に捜索することもできる。最近、アバラング、アバラン、予約すればなだれ呼吸器と呼ばれるものがなだれ地帯で用いられ始めている。これはマウスピース、可動式の弁、排気パイプ、および空気取り入れ口でできている。アバラングには 胸に装着するものやバックパックに組み込まれたものなどがある。なだれに埋まると外傷による死亡を免れた被災者は大抵の場合窒息に苦しむこととなる。これは被災者の周りの雪が被災者の熱により一旦誘拐してその後再凍結するためこの氷の層によって酸素が被災者に向かって流れていくのが妨げられるとともに二酸化炭素濃度が致死量まで 高くなってしまうからである。アバラングは前面の大きな表面から吸気を取り込み、暖かくて二酸化炭素を含む呼気は後方へ排出する。これによって捜索者が被災者を救出するための時間を稼ぐことができる。多くの未開示冒険家たちは全地球速位システム GPS 組み込んだ非常用一指示無線標識装置。 EPIRB イコールエマージェンシーポジション、インディケイティングラジオビーコンあるいは個人用、位置特定ビーコン、パーシナラケイティングビークンス、PLB と略されるを傾向している。この装備により、捜索、救難隊に緊急信号とおおよその位置、誤差90メートル程度を伝えることができるが、それはなだれに巻き込まれても EPIRB が、故障せず、なおかつ、 自分でそれを起動できれば伝えられるということである。代替手段として生存者が EPIRB 機能のついていない GPS から得た位置情報を携帯電話を使って救助機関へ伝える方法もある。このようにして外部の救援を呼ぶことはできるが、その救助隊がすることになるのはおそらく遺体の捜索になるだろうということを知っておくべきである。 被災者が生きている可能性が高い短い時間の間に助けの手を差し伸べることができるのはその場にいて被災しなかったものだけである。その他の装備も色々と提案され、開発され、使用されている。例えば雪崩ボール、雪崩ベスト、あるいは雪崩やバッグなどは雪崩による死因で最も多いのは窒息であるという統計に基づいたものである。 あまり効率の良い方法ではないが、適切な装備を準備をしていなかったパーティーでも、いくつかの救助資材をその場で作ることができる。例えば、スキーのストックは短いプローブにはなる。スキーやスノーボードをショベル代わりに使うこともできる。応急治療セットがあると、切り傷、骨折、その他の怪我やをした生存者の治療や、低体温症の治療にも役立つ。 山スキーなどの場合、ストック、ザック、スキーなどは雪崩に巻き込まれた時に、雪の中に引き込まれる要因となるため、即座に外せるように準備しておくことが重要と推奨されてきた。ただし、最近ではザックを装備している方が体積が大きくなるため浮力が増すと考えられている。ビーコンが使えるようになるまでは、雪崩碑もアバランチコードが主に用いられていた。 これは、だれ対策の装備の中でも最も古くからあるもので、ある。その仕組みは単純である。約10メートルの長くて、赤い紐、パラシュート用の紐に、近いお人のベルトにつけておく。スキーや、スノーボードや歩行している間、その紐を背後に引きずっている。その人がだれに埋まったら、軽い紐は、雪の上に出る。紐は赤いから、創作するものから見て見つけやすい。 普通その紐には、埋まっている人までの方向と距離が示されている。鉄製の目印が1メートル置きに取り付けられている。なだれ紐は有効であると信じられてきた一方で、その有効性を示す証拠は乏しかった。1970年代に、スイス連邦行き及びなだれ研究所、SLF のメルシオールシールド氏は1944、45から1973、74に、 かけての三十年分のスイスにおけるなだれ事故とその救助活動を調査した。二千四十二人のなだれ被災者のうち、なだれ紐が使われていたのはわずかに七件であった。うち五件ではなだれ紐が雪面状に見えていたが、被災者の体の一部も雪面状に見えていた。六件目では被災者は完全に埋まっていたが、なだれ紐の一部は見えていた。残念なことに、 この被災者は外傷により亡くなった。七件目では完全に埋まったレヒ紐がダレ救助犬により見つけられたが、レヒ紐は被災者の体から離れてしまっていた。被災者の遺体はかなり後になって見つかった。1986年に出版されたザ・バランシブック、ノックス・ウィリアムズ、ベッツィ、アームストロング著において著者らは1970年代初期に行われた。 サンドバッグ式のダミー人形を用いたなだれ紐の実験研究を引用している。ダミー人形を急な斜面上に置いておき、そこで爆発物によってなだれを起こす。実験によると、なだれ紐の一部が雪面上に出ていたのは全試行回数のうち40%だけであった。その他の60%は、なだれ紐はダミー人形と共に完全に埋まっていた。典型的なのは、 なだれ紐がダミー人形に巻きついてしまっているケースであった。1975年、バニーエインゲンモン国際財団が主催した、なだれ救助専門家のシンポジウムにおいて、シールド氏は、これらの実験結果に基づけば、なだれ紐が信頼できるものと考えることはもはや、できないと結論づけた。なだれ紐は現在では、時代遅れの陳腐なものとみなされている。 上述のビーコンの方がより有効である。雪崩に対して横方向に逃げることのほか、俗説として装備を捨てて雪崩の表面付近に浮かび上がれるように泳げとも言われるが、これは雪崩の規模により、比較的小規模の流れ型雪崩の場合は有効であるが、ある程度以上の規模の場合は、そのような行為を行う余裕は全くないと考えられる。 流れが止まりそうになったら、空気を溜めておくための空間を口の周りに作るよう、努め、また、雪面の上に手、足、あるいは装備品などを突き出すように努める。しかし、これらはいずれも意識を失えばできないことである。もし雪が止まっても動くことができるならば、空気を溜める空間を広げるべきだが、酸素の消費を抑えるため無駄な運動はしないこと。 なだれは動いている間は体を動かすことが可能だが、止まってしまえば、硬くなり動くことはできない。なだれのスピードが落ちたらできる限り明るい方向へ向かって動くことが重要である。基本的に大規模ななだれに巻き込まれた場合に助かる手段は、皆無と考えられ、なだれ危険地帯で行動する場合は、予測されるなだれの規模を見極めることが非常に重要である。 自分で自分を掘り出すことはできない。もし自分で掘って出てこられるなら、雪崩で死ぬ人は多くないだろう。雪崩の雪解はその場であなたを埋葬してしまう。あたかもコンクリート付けして固めるかのようにして。そして多くの場合、あなたは指一本さえ動かすことはできない。時として、小さな雪崩で雪解も柔らかく、手が雪面近くにあった場合には、自分で掘って出てこられた人もいるが、 大部分の場合は、雪から出る方法は二つしかない。掘り出されるか、雪解けで出てくるかだ。被災者が雪に埋まった場合、生存できる時間は短いので、被災して、すぐに被災者の捜索を始めねばならない。生存者が簡単な捜索すらできなかったことにより、これまでに多くの犠牲者が出ている。雪崩が人を飲み込むのを目撃するのは、多くの場合、 被災者と共に行動していたパーティーのメンバーに限られるだろう。なだれに巻き込まれなかったものは、まずなだれに飲まれたものが、最後に目撃された位置を書き出してみると良い。実際に、これからなだれ地帯に入ろうと計画するならば、その準備として、この手順を皆で話し合っておくのが良い。なだれの動きが止まり、二次的ななだれも終わったら、生存者らは、 だれに巻き込まれたものを最後に見た場所へ何かものを置いて目印とすると良い。その後、生存者の人数を数えて誰がだれに飲まれたのかをはっきりさせる。だれの起こった場所に入っても安全なようであれば、創作者は被災者を最後に見た場所の目印からだれの流路に沿って斜面の下の方を目で見て探す。部分的に埋まっているか浅く埋まっている被災者であれば、 このように雪崩のルールを目で見て、探したり、埋まっている衣服や装備品らしきものを引っ張って、見るだけで素早く見つけられることが多い。しかし、多くの場合二度目の雪崩の発生があり、捜索中の人たちが巻き込まれる二重遭難が起きている、注意が必要である。時間が経てば経つほど、生存率は急激に低下していくため、最初の重要な15分間は全員で捜索に、 専念時、誰かを救援を呼びに行かせたりしないこと。無線機や携帯電話が通じるならば、非常を伝えること。特に救助できる者が近くにいるのならばそうすると良い。無線機を受信モードにしてチェックしてみること。埋まっていそうな場所を選んで探し、ビープ音、あるいは声が聞こえないかを探しつつ、他の手がかり、何らかの動き、装備品、人体なども探しながら、 なだれの流路となった他の場所へと捜索範囲を広げていく。埋まっていそうな場所にプローブを手当たり次第に突き刺してみること。何かの信号を受信したり、装備品が見つかった場所には、すべて目印をつけよ。目印をつけた手がかりの周辺もプローブで探し続けること。30から60分後、捜索隊を呼ぶために誰か、人をやるかどうかを決める。なぜなら、 この時点でなお見つからずに残っている被災者はおそらく生存していないからだ。戦場にプローブを突き刺していき、すでに調べた場所には印をつけること。調べられる場所がなくなるか、あるいは調べる妥当性がなくなるまで調べ続けること。捜索犬が到着した場合に備えて、雪崩の範囲には尿、食べ物、唾、血などによって匂いをつけないようにすること。 被災者は次のような場所に埋まっている場合が多い。これらよりは可能性が低くなるが、初動の捜索で見つからなければ、他の場所を探すこと。埋まった被災者が見つかり、その頭部を掘り出したら、地元の法律や習慣に従いつつ、応急処置、軌道確保、呼吸、心拍の確認、人工呼吸、脊椎の損傷、骨折、ショック、低体温症、 内蔵損傷などを行うこと。雪崩の発生は数多いが、現場に建築物か人の通行がなければ被害は出ない。例えば、日本における雪崩被害発生数は通常年間10件以下である。2003年は件数後、家屋被害3、死者1、負傷者4だった。日本における大規模な雪崩の被害は以下の例が挙げられる。古くは、 紀元前218年のカルタゴの優勝班に割る、率いるカルタゴ軍が、アルプス越えの際に、雪崩の襲来で、多数の死者を出したことが知られている。第一次世界大戦当時、イタリア陸軍は、冬のアルプス山脈を越えて進軍してくる、オーストリア軍を迎え撃つにあたり、オーストリア軍が尾根を越えて、下りに入ったところで背後を狙って砲撃し、 着弾時の衝撃で雪崩を起こしこれに巻き込んで敵を生き埋めにする作戦を取った。また、軍事作戦の都合が全てにおいて優先された結果、雪崩の頻発地帯においても部隊が配備され、行軍や陣地の設営などが行われた、結果、第一次大戦中、雪崩による死者は両軍で4万から5万人、一説には8万人に上るとも言われる。これ以降、 オーストリアやスイスでは、雪崩を軍事技術として重視した。特にスイスは空軍に、雪崩部隊を創設し、冬になると、雪崩起こしの猛訓練に励んだという。このため、第二次大戦中、ヒトラーもスイス進行を諦めたという。現在では、こうした経験が生かされ、この縮小版として、携帯式の小型火器を、雪崩の起きやすい場所に、定期的に打ち込んで、 人為的に小さななだれを発生させ、大きななだれを防いでいる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。